佐藤栄一は、日本の政治家、実業家。栃木県宇都宮市長。栃木県宇都宮市生まれ。栃木県立宇都宮南高等学校、明治大学法学部法律学科卒業。1984年、実業家であった父が死去したため、北関東観光開発株式会社取締役に就任。1986年より、同社代表取締役。 1997年、社団法人宇都宮青年会議所理事長に就任し、2000年からは、栃木県初の日本青年会議所副会頭を務める。2002年、宇都宮商工会議所青年部会長に就任。2004年、福田富一宇都宮市長が、栃木県知事選挙に出馬を表明し市長を辞職。それに伴う市長選に無所属で出馬し初当選。 以降連続5期。当日有権者数、人最終投票率、49.93%。当日有権者数、人最終投票率、39.67%。当日有権者数、41万434人、最終投票率、36.03%。当日有権者数、42万3863人、最終投票率。 41.53%、当日有権者数426,549人、最終投票率41.07%。ありがとうございます。